ハイラル平原に最初に出た時にものすごい開放感があったんですよね。最初のダンジョンからかなり苦しめられて、それがね、ハイラル平原に行けた時のこう気持ちよさっていうのが結構忘れられなくて、あと 馬がとっても楽しくてですね、馬に乗っていたいっていう感じ、もうダンジョンには行きたくないっていう。プレイ時間結構長いんですけど、シナリオは全然進めてなくて、ただ馬に乗っていたっていうね。水の神殿かな、水の神殿はつらかったな。その 3D ダンジョンになって、やっぱりその前みたいに1枚の紙にはもう書けないくなっちゃったのが結構やっぱり、ここ上がる階段みたいな、なんかこっち置いてもわけわかんなくなって、つながりがよくわかんなくても、それがねちょっと昔ゲーマーとしてはやっぱ平ったく行けばどうにかなると思ってんだけど、もうねこうなってたりするともうこうなったりとかして自分でもあれはちょっとね、看板が笑わしましたけどね、看板切れるのが、また宮本さんが自慢するんですよ、看板を、看板切れるんだとかって知ってますそんなことはみたいな、で音がいいだろうなって、いや知ってるよみたいな、だから、ね、ここで切るととかでね切ってくれてカッカッと切るとこうね看板がね水の上に落ちるんですよ、パン向こうからその波紋がファーって水の上にシャーッと滑るんですよ、綺麗でしょって何作ったんだこのおっさんと子供と一緒にやってたんですよ、それで全て行くところは行って、僕はもうゲームをプレイすることってある意味でプロですから、ずっとプレイしていってどこにも行けなくなったんですよね。で蜘蛛の巣が張っていて向こうに扉があったんですよ。でも蜘蛛の巣が張っていてで切っても叩いても全然ダメだから、あこれは絶対もうこれいけないお約束があるんだと思っていたの。ところがその当時5歳だったうちの子供が、蜘蛛の巣だから火をつけて燃やせばいいっていうふうに言ったんですよね。で、なんだそれやと思いつつも棒ですよね、棒に火をつけてそのまま耐えたりしたら急にこうクモスが燃えてっていうことがあって、ゲームを始めてほんの数ヶ月の5歳の子供と、もう10年以上もうパソコンの頃からゲームやってる大人が全く同じ視点でものを考えて解くことができるっていうところに、このゼルダの深さを感じますよね。発表当初は外伝という冠がつけられていたムジュラの仮面、従来のゼルダテイストはそのままに、仮面、月、時間、そして奇妙な人々との出会いがこれまでにはなかった怖さを感じさせる。
ツインピークスっぽいなと思いましたね。町の人がね、みんななんか引きこもりのやつとかさ、その結婚前にして逃げる男とかさ、なんか普通じゃないん。仮面師の顔とか結構怖いじゃないですか。もう泣きそうなぐらい怖いですよね。あと月がどん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 迫ってくるんですよね。3日目の夜とか最悪ですよ。リンクがこう仮面をかぶるときにすごい苦しそうな。そういう怪しいテイストがなかなかあってですね、任天堂の中の新しい人たちがゼルダを再解釈して新しいものを作ってるんだなっていうことを、ね、感じますね。ゲームの開発にカプコンが参加するというコラボレーション的な試みが持たれた作品、大地の章と時空の章2本を同時発売。それぞれ別のストーリーを楽しむことができる。アクションや謎解きも非常に質が高く、国内外で高い評価を受けた。やっぱりね、その今の子たちっていうのはディスクシステム、まあ、その後ね、あの、カセットになりましたよあれはね。だけど今の子たち遊んでないだろうと思ってて、だからぜひ遊んでほしいと思って宮本茂さんのとこ行ってですね、あれ復活させましょうよって言ったら、宮本さんがね、ちょっと忙しいからそれは無理だって言うんで、まんま僕が移植しますからっ